大家好，我是 Jerry。那你今天看着日本对韩国的这场奥运的比赛了吗？真的是太好看了。我想韩国人应该蛮恨台湾纪华文纪老师吧，尤其是那一个，也只能说你一垒那个，你也不能怪谁啊，你只能怪说你韩国的那个一垒手呢，你接到球之后呢，你的脚找不到垒包啊。那不过呢，就是最后那个日本呢，就是打了一支差一点满贯的全垒，二垒安打呢，然后追回三分。这场游戏呢真好看。不过呢，我们昨天在玩那个 eBaseball 的时候呢，我们发现到说，我们本来要玩的那一场，后来发现就是那个配信不可，不知道为什么。所以呢，我们今天呢，我们再来让他跑一下，看看说呢，他这场比赛到底可不可以玩，让他 online，然后让他 update 一下。不可能，不能玩吧？我们先跳出去。配信中，配信准备中。OK，好，那大家可以看到呢，经过刚刚跑了一下之后呢，昨天的这一场，好，7-6这一场呢，多米尼加对以色列，我会觉得在9局下半两出局，主审呢，那个日本主审呢，在量好球之后，竟然那一颗球没有判好球，所以让包大人呢死里逃生。那所以下一颗球被他打出一支穿越游击手跟三垒的安打呢，然后让那个多米尼加拿到第7分，也是自身分。那我们看看说呢，他这一场比赛多米尼加7-6那些投手，我们先看看以色列他是用哪一场？对啊，九局下，然后哦，我用五颗星，有点太扯。玩看看五颗星基本上是超难的啦。这一场也是很好看，本来以为说打第十局，结果9局下这样子被做掉了。我用五颗星，我待会如果我没打过的话，我再把它换成其他星星。ここからが頂点に向けて本当に大事な戦いになってきますからね。そうですね。全力プレーで。好，九局下。好了，五颗星星，我们玩看看，我觉得不太可能了。里崎さん、イスラエルですが、1点リードで迎えた最終回、どういうピッチングになるでしょうか。そうですね。プレッシャーが大きい場面ですが、ある意味開き直りも必要ですよね。はい。投手要パスのあるバッターですよね。警戒しすぎてフォアボールということもありますから、逆に打たれてもまだ同点だというくらいの気持ちでいいと思いますね。イスラエル、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手のディアス。低めはこれは入っていました。打ちました、痛烈。 OK，良好球，塞一颗外球，我不可能给他太好的球打。打ちました、一気に左中間へ。好，一垒安打，下一棒可不可以来个 double play？ 那多米尼加呢？里面有我最喜欢的 Milky Cabrera。如果你以前是看洋基的队的话，就知道 Milky Cabrera、Robinson Cano 还有王建民，都是同一个时期出来的。初球大きく外れています。低め見送りました、ストライクです。3球目は何で来るか。これはバットが泳ぎます。追い込まれました、ワンボールツーストライクです。这么好球外呢？怎么可以？啊，是呀、啊。中継にボールが送られる。バッターランナーは二塁到達。あ、完了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 。五颗星真的是很难打，超难打的。バッターボックスには7番テヘダ。第七棒。連打でランナーを増やしています。ちょっと系統が裏目に出てる感じなんで、ベンチは考えた方が。右方向浅いフライ、タッチアップはどうか。さあ同点のランナーがスタートする。 OK， 失败。好了，我们这个球太难的了，我们换个。テヘダ、きっちりと。イス
我们换三颗星就好，两颗就好，两颗的，两颗，两颗。8月3号，三颗星就好了吧？好，三颗星。这场比赛我会觉得是多米尼加赢了，会是因为九局下半的时候两出局，然后包大的那颗良好球之后的那颗球竟然是判坏球，我觉得那颗球应该是被三振了，所以那个日本主审我会觉得是不是有点偏袒，不过这也是棒球好看的地方啊，对不对？好了，我们打这一场以色列队多米尼加，那我们这场是办多米尼加，看能不能赢。我们现在是办以色列，看能不能赢多米尼加。好，来，开始比赛。这一场很难赢。現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いというほどではないんですが、バッターボックスには指名打者のフリアス。今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。今度投手。ストレート決まっています。内へズバッと投げ込んできました。ダブルプレー。素晴らしい守備を見せてくれました。難しい打球、セカンドよく抑えました。ワンアウト。ワンアウト、ダブルプレーだ。今日はまだ当たりがありません。今日ワンアウト。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。ライナーで飛び出したランナー戻れず、ツーアウトとなっています。さあ1点差ながら勝利引っ張った。引っ張った。接到。バッターボックスは8番グルジョン。先ほどの打席で一時勝ち越しとなるホームランを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。再骗你一次。見逃して三振になります。試合終了。快速帅气。イスラエル僅差で勝利を収めました。以色列なんとか逃げ切りました。いや赤星さん、まさに国際大会息の詰まるようなゲーム展開でしたね。实际上是多米尼加赢的。那我在看说多米尼加他这一场应该是会是一样是九下。我们再往看看就知道了。そうですよね。まさに祈るような気持ちでしたね。イスラエル接戦をものにしました。一方のドミニカ共和国ですが、残念ながら。那今天的日本呢？日本对韩国第八局下半也是很好看的。我觉得奥运中比赛真的是超好看的。赤星憲弘さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。500分，然后呢，我应该是蛮后面，因为这场没人打哎。是 nobody care 吧 ？Nobody cares。34位，哈哈，好 ，mission 成功。好，我们再来试试多米尼加，应该是九局吧？对啊，九局没错，九局6-6。一度敗れはしましたが、ここから金メダルを目指す戦いが始まります。今天都一样，今天看。好，再来九局。ノーアウトで一塁にはサヨナラのランナー。バッターボックスにはテヘダ。ここは1点を取るためにバントで確実にランナーを進めるのもありですね。はい。さあここは送ってくるんでしょうか。高め空振りです。外の球外れています。これ球が慢コントロールしてきます。
追い込んでいます。ワンボールツーストライク。打った。抜けていった。好，一二垒有人。センター前ヒット。これで三連打。你们不换头吗？さあドミニカ共和国、一打サヨナラの絶好の場面です。今いい流れですからね。ここで決めてしまいたいですよね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスにはグルジョン入っています。これはインフィールドフライ、ファールグラウンドへのフライです。取りました。ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックスは9番タバレス。ドミニカ共和国、この回1点を入れています。さあまた同点に追いつく。いい当たり。回来了。ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーはサヨナラか、サヨナラなるか。中継にもホームイン決めた。タバレスサヨナラ。这也是昆明家的版本啊，没错啊。反正就是这件安打就对了。好，那我们完了之后，这个终于昨天本来要录的，后来昨天就是通讯失败，所以一直都没有录。好，那这一场完了之后呢，3-19。好，下一场就是我们今天的配信中好，哎，日本对韩国已经好了。好了，我们先打一下日本对韩国的。我应该，他应该是第八局吧，第九局。我接下来这个比赛好看，超好看的，追到八局。他一样是第九局。对啊，韩。这一局你就是守起来而已啊。この終盤ノーアウトのランナーを一塁に許してない場面ですが、ノーアウトのランナーを許しています。不能失分啊。さあどうだ？ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。三塁へ送球する。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。抓到。タッチはアウト。これでワンアウト。韩国人太胖了啦，跑不动啊！入っています。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、得点圏にランナーを背負った場面です。最後まで集中して丁寧にいってほしいですね。嘎嘎角角。不给你打。硬要捞呢，哈。これは大きいぞ。硬要捞。抑えてツーアウト。哦，投这么准，传了这么准。二塁となりました。こういった形で攻撃の流れを硬要捞。好了，ストレート打った。三田穿一雷，结束。一塁アウト。これで三アウト。手下九局上半，不能失分。日本見事勝利を収めました。2-5，成绩是一模一样的。そうですね。次は大一番ですから、今回のようにはいかないかもしれませんね。苦しい試合になると思いますが、いいゲームを見せてほしいですし、ぜひ勝ってもらいたいですね。期待してます。そうですね。頑張ってもらいたいですね。日本大きな今日は勝利になりました。一方の韓国ですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは日本見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。好，应该是很多日本人已经玩过这一场了吧？来看顺位，29。OK， 那我们来挑战一下韩国。我真的不太想让韩国赢啊，不过我们是玩看看。韩国赢的话，应该是第八局，哎，第六局哦，对，第六局追分那一局，这一局也是很扯。2-1，然后后来变成2-2。このオリンピックの舞台でどんなドラマが繰り広げられるでしょうか。韩国准备。No out，一三垒有人。バッターボックスには4番キム。韓国この回1点を返しています。ファースト。ボタ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 ボ。ファーストランナーセカンドからパスを蹴った。セイ。タッチはアウト。ワンアウト。韓国追いつきました。
さあそしてバッターボックスにはと入っています。ここで得点して試合の流れをつかみたいですよね。さあワンアウトになりましたが、好了，赢了。また初球一気にライトへ。サードランナーがホームに帰ってきました。一塁へ、一塁打成功。アウト。 OK、 韓国勝ち越しました。3対2。さあリードしました。韓国僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。さあ赤星さん、いよいよ。好、13。然后明天的话应该会是日本已经进到冠军赛了，所以美多米尼加输，所以明天会是韩国对美国吗？ OK， 明天是韩国对美国。哦，明天是韩国对美国，所以OK， 我们今天的话，美国对多米尼加都不玩了。那美国、日本对韩国玩了两次，都不错。韩国、美国对多米尼加，好了，玩看看好了。啊，第一局太难了吧？叫头套不 play 嘞。進出をかけた戦いが始まろうとしています。アメリカ満塁不能失分。这基本上是投刀プレイ吧。好了，我们继续玩一下。この場面で打席には5番のローラ入っています。外れていきます。ボール先行です。低めストライクになります。いい当たり、バットグラブ弾いた。ボールを拾ってサードランナー、自己失誤だ。しっかりと落ち着いてアウトを取りに行ってほしいですね。さあこの場面でバッターボックスには5番のローラ入っています。低めのストライク、ストライクを先行させていきます。追い込みます。ジャストミート、落ちた。ヒットになる。セカンドランナーサードがパスを蹴った。二塁手的错。そしてセカンドランナーも三塁回っています。再次再次。ここは確実にアウトが欲しいですね。さあこの場面で打席には5番のローラ入っています。外の球打った。ファーストの右、三振を取りたい場面ですよね。三振、ここはそうですね。勝負球がフォークならばここでそれでしょうね。レフトへ持っていった。ワンバウンドヒットになった。二塁ランナー三塁も回った。サードランナーがホームに帰ってきました。这个我再慢慢试啊，因为这场比赛就是台湾应该没什么人关心这场比赛。好，所以呢，所以下一场呢会是美国对韩国。当然呢，我是希望韩国队输啊，我不可能是，当然是希望是韩国队输，美国队赢。所以明天晚上呢，韩国队，干，你看看，你看今天打的超快的，今天台下才11点多，然后比赛是我记得是9点40几分玩的，所以他不到一个小时多他就已经上来了。那昨天那一场真的是拖了比较久。那明天美国对韩国，我希望韩国输。 OK， 所以我们明天再等看看，说我们再玩一次，明天就要玩一次韩国的对美国。那以上呢，这就是这一片呢 eBaseball 野球魂，超好玩的。奥运打完之后呢，你马上可以上来体验看看说今天的精彩好球。那以上的分享呢，希望你会喜欢。如果你喜欢影片的话，记得按赞、订阅、加分享。我是 Jerry， 我们下次Switch开箱见喽，拜拜。Let's go USA！